サメにどれだけ近づけるか度胸試ししようよ。ああもちろんいいぜ。女は度胸、男は愛嬌よ。逆な。よ、よしまずは私からだ。ウプ主はチキンだからな。せいぜい近づけて今くらいが精一杯だろ。いやいや何を言うか、もっと行くぞ。ほら銃口に顔が当たっ。うわあ横からは反則だろうが。ウプ主、あんたの度胸しかと目に焼き付けたわ。うんうん、よく頑張ったぜ。話してくれー。前回のお返しだー。めちゃくちゃ集まってきたー。やあみんな元気かい。今回はビシッとスーツで決めてみたんだけどどうかな。なかなか似合ってるよ。うんうん、いつもの下品度が 30% ダウンしているね。下品度。中身もこんな風にビシッとしてればいいんだけどな。中身だってビシッとしてるよビシッと。ということで今回はゲロ基地でおなじみのアメージングフロッグを実況していきます。前回はサメを蹴散らしたんだよね。ああ、今回はゾンビどもの巣窟にまた乗り込むんだろ。うん、何やらあの地下水道には秘密が眠っているみたいだからね。今回はその秘密を暴きに行くよ。それじゃあ早速地下水道にレッツゴー。今日も街は平和だね。銃を持って走り回ってるお前が言うか。こういう何もない日常がいいね。そこの銃を持った帰る止まりなさい。ちょ警官に追われてんぞ。うわあ、違うんですおまわりさん、これモデルガンなんです。たった今ぶっ放しただろ。逮捕だ逮捕。貴様は平和を乱す悪者だ。なんだって、そんなことないじゃないか。おまわりさーん。大丈夫、彼は警官のコスプレをしたただのカエルだから。そうね、大丈夫よ。全然大丈夫じゃねえよ。さあいよいよ地下水道にやってきました。相変わらずここは不気味ねえ。ああ、生きて帰ってこれる気がしないぜ。あれ、ゲロ基地さっきの武器はどうしたの。なんか建物の中に入ると消えちゃうみたいなんだ。それは厄介なシステムだぜ。さっきの15、10発も撃てたのに。でもこの地下水道にも武器があったわよね。うんうん、見つけたらしっかり装備しておこうね。あ、あったあった。あったって何があったんだよ。秘密の訓練施設への入り口だよ。秘密の訓練施設。この扉の先が秘密の訓練施設なの。僕も詳しくはわからないけどそういう噂だよ。今まで特に気にしてみてなかったけどそんな扉だったのか。なんかカエルの写真の張り紙が貼ってあるよ。どうやらこのカエルがいなくなってしまったみたいね。この博士を探せばここの扉を開くヒントがもらえるかも。よし、早速このカエル博士を探しに行こうぜ。おいカエル、お前何してんだ。え、電動スクーター見つけたんだ。今から博士を探しに行くってのにこんなことやってる場合か。これに乗って探しに行った方が早くない。これに乗った方が遅いぜ。よし銃を発見。ああ、背中に背負った。もしかしてこれで銃が2丁持てるようになったんじゃない。走り方は間抜けだがそうかもな。あ、本当に持てたよ。これでゾンビが大量に来ようが敵じゃないよ。さあ来い、ゾンビ来い。下に降りろよ。よし、今行くぞゾンビども、覚悟しろ。あ、ちょっと待ってトリンポランが。それを言うならトランポリンだろ。あんな高さからジャンプするなんて少しは見直したと思ったのに。これがゲロ基地だよ。いよいよゾンビどもがうじゃうじゃいる地帯に来たぜ。博士はここら辺にいるのかな。うん、僕の予想だとここら辺にきっといると思うんだ。まあ確かにここらはゾンビの量がかなり多いから怪しいよね。数が多すぎて倒すにもなかなか体勢が取れないよ。うわあ大量に来たー。大量大量。まったく嬉しくねえよ。ひぃー。相当ビビってるわね。いやいやいや、ビビってなんかいないよ。あれ、前回ここに来た時こんなにゾンビいたか。確かこんなに大量にはいなかった気がするね。もうどうして君たちは追いかけてくるんだ。もう弾切れよ、銃を変えなさい。そうだね。急げ、ゾンビが後ろから大量に来てるぞ。ああ、銃を捨てていくところだった。皆さん見たことありますか、こんなに真剣なゲロ基地を。すげえマジだぜ。もう博士は一体どこにいるんだ。うわあやめろー。大勢で来るのは卑怯だゲロ。その後もゲロ基地は博士の場所がわからないまま、ゾンビにやられてばかりいました。博士この野郎ー。そもそも本当に博士はあのゾンビだらけのところにいんのか。うーん、でも他にいそうな場所ないわよ。あもう、なんで更衣室はあるのに博士はいないんだ。せっかくだから着替えたらいいじゃない。待てー、俺も入れろー。俺も入れろー。なんだ、騒がしいな。お前も騒がしいやつだぜ。ああ、ゲロ基地から尻尾が生えたわ。若返ってよかったじゃん。なんか少年の心を思い出したと思ったら、随分と都合がいいな。なんか博士を探す気力が湧いてきたよ。おお、それはいいことね。早速捜索再開よ。あれ、あそこに座っている白衣らしきものを着たカエルってまさか。きっと博士よ、ついに見つけたんだわ。でもゾンビが大量に押し寄せてくる。でも場所はしっかり覚えたよ。今回は仕方ねえ、やられてまたここに戻ってくるぞ。ふっかーつ。今度こそ博士のそばに寄ってみよう。
ちょっと博士骨になってない？博士はもう帰らぬ帰るに、帰るだの帰らないだのややこしいな。でも手に何か握ってるよ。うん、何かのカードらしきものね。あれって扉のところにあった電子ロックキーじゃねえか。きっとそうだよ。パク。ありがたくもらっていこう。おいこらパクろうって言おうとしただろ。右にいるゾンビの威圧感半端ないわね。いやあ。このゲームなんでこんなにむずいんだろうね。こっちが聞きたいわ。まだサメを相手にしてる方が簡単よ。ゾンビはもうちょっと静かにしてほしいよね。この猛烈なアタックどうにかならないの。ちょっと武器が弾二つしかないショットガンだけで大丈夫。ああ、大丈夫大丈夫。こいつらと戦ってるとキリがないから逃げることにしたよ。無駄な戦闘はせずにカードキーだけ取ってくるってわけだな。なんかごってごて装備の時よりも簡単にここまで来たね。あとはあの博士からカードキーを奪って帰れば。気のせいか前よりもゾンビの数が少なくねえか。うん、少なくなってるよね。きっとゲロ基地に絡むの飽きたのよ。取ったー。ようやくカードキー取ったぞー。あとは元来たところへ帰るだけだぜ。あんた道順わかってるわよね。ああ、多分。大丈夫だ、落ち着け落ち着け。ゾンビは避ける、ゾンビは避ける。自分に言い聞かせて帰るはただ無我夢中で走っております。よし、広場まで来たわ。あとはトランポリンを使って上に上がれば戻れるぜ。ジャンピング帰る、ジャンピング帰る。やったー、戻ったぞー。すごいわゲロ基地、オリンピックを見ているような感じだったわ。まさかこのゲームで感動するとは思わなかったよ。はぁ、ようやくたどり着いた。いよいよロックを解除する時だな。カードだけじゃなくて博士の手の骨まで持ってきちゃった。焦ってたから仕方ないわよ。おーおー、あんなに頑丈そうだった扉が開いたぜ。ここは一体何の研究をしているんだ。ちょっと入ってみましょうよ。なんだか見るからに怪しい施設だぜ。それになんだか近未来的だよね。街のみんなはこんなのがあることなんて知らないよ。極秘で何かをやっているところね。おお、エントランスか。ああ、テレビで見たことある乗り物だ。これはサグウェイね、セグウェイだ。乗ってもいいよね。乗っちゃえ乗っちゃえ。これ乗り慣れてますけど。てかお腹立つな。きっとこの施設すごい広いんだよ。だからこんなところにウェイウェイが置いてあるんだ。大学生置いてどうする。あまりにもセグウェイが遅いから捨ててきたよ。捨てんなよ。少しこの施設を探検してみようか。ここはメインサーバールームだね。鍵がかかっていて入れないよ。軽く見た感じだと宇宙の研究をしている施設のようだな。もしかしたら近い将来、ゲロ基地が宇宙デビューできるかもね。おーおー、楽しみだな。なんかワープゾーンみたいなポイントがあるわよ。ロケット弾のアジトにあるようなワープゾーンだ。何やら別の場所に着いたみたいだぜ。ここは一体。とりあえず送風機で向こう側に行こう。あ、これやっちゃったかも。ちょっとしたってまさか。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。それじゃあ今日もじゃんけんいくぞ。最初はグーじゃーんけーんぽん。あの部屋はきっと訓練部屋なんだろうな。ゲロ基地一から鍛えて立派なカエルになれるといいぜ。